どうも、あつ森ではご無沙汰です。ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。いやー、フォートナイトのシーズン3と、ポケモンの DLC が同時に来て、しばらく投稿できない間に、白亜紀島でも色々な変化がありました。事後報告になってしまい申し訳ないのですが、3名の住民さんとお別れし、新たに3名の住民さんをお迎えしました。結構入れ替わったんだな。お別れしたのは、オズモンド、アンソニー、ブロッコリーです。それぞれ思い入れがあったから、やっぱり寂しいな。オズモンドは初期住民だったけど、やっぱり部屋の内装がかわいそうだったので、引っ越しを応援しました。初期住民の部屋はかなり簡素になっちゃうからな。さて、オズモンドの家の場所に今住んでいるのは、チャチャマメリアスさんです。いや、チャチャマルじゃないから、確かに似てるけど。キャンプサイトに来てくれた、普通系住民さんです。そして、海岸に住んでいるのが、ネズミのジャンさんです。ジャンとジュンがいるのか、紛らわしいな。オズモンドに代わるハキハキ系住民です。実は、後ほど紹介する、とある方法を使って勧誘しました。そして、3人目はユキさんです。離島ガチャで誰も勧誘しなかったら、他の島から引っ越してきてくれました。サリー、メリアスと同じ普通系です。普通系3人もいるんだな。うん、逆に姉貴系は1人もいないんだよね。姉貴系がいれば全性格揃うな。ということで、今回は、姉貴系住民の中でも人気が高く、私も一番気になっている、ジェシカさんを島にお招きしたいと思います。おい、一点狙いかよ、地獄を見るぞ。引っ越しフラグも出てないし。ふふ、大丈夫、とある方法を使えば、このキャンプサイトに確実に呼び寄せることができる。な、なんだって。ということで今回は、その方法を紹介するよ。まず、案内所内の、ダヌポートにアクセスします。そして、お客さんを呼ぶ、を選びます。ああわかった、アミーボ使うんだな。そう、手元にアミーボカードがあれば、それをコントローラーにタッチするだけで、簡単にキャンプサイトに呼ぶことができるんだ。ま、カードの入手自体が難しいんだけどな。ほら、こんな風に、ジェシカさんのアミーボを読み込めました。めっちゃ簡単だな。そしたらジェシカさんに、電話がつながります。かわいい。二つ返事で OK してくれたな。はい、一瞬で来てくれました。何回か話しかけていると、〇〇を作ってほしい、みたいなことを言ってきます。普通のキャンプサイトと違うパターンなんだな。お、来ましたね。今回は貝殻のスピーカー。これを作って、渡してあげましょう。ちなみにレシピを知らなくてもくれるから大丈夫。嬉しいおまけだな。はい、できたのであげます。このように、お礼をくれます。お、もう勧誘できそうじゃん。意外と楽だったな。いや、私も最初はそうだと思ってたんだけど、残念ながら、一回じゃ勧誘に乗ってくれず、同じことを後2回繰り返す必要があります。ええー、それじゃあ最低でも3日かかるじゃねえか。そうなのよ、1日目は何度話しかけても、もう移住の話は出てこないよ。ほんとだな、これ以上は迷惑なだけだぜ。なので今日はおいとまして、明日と明後日また呼ぼう。ふう、やっと引っ越しの話にこぎつけたよ。全員っていうね、みんなすぐ話しつけられるのか。とにかく、アミーボカードを使えば、引っ越してもらう住民をこちらで選べる仕様になってます。最近来てくれたユキちゃんも可愛いんだけど、普通系住民が3人もいるので、短い間だったけど、お別れすることにします。ということで、無事ジェシカちゃんを、勧誘することができました。これで島に全ての性格の住民が揃うな。これからもよろしくね。さて、新しい住民さんたちに会ってみましょう。
まずはメリアスだな。竹のベンチは、前サリーちゃんが教えてくれたよね。住民がくれるレシピは、性格によって決まるから、全種類の性格の住民が島に揃っていると、レシピが集めやすくなるんだぜ。さて、メリアスちゃんの家の内装は、なんか仕立て屋みたいになってるんだよね。すげえ、クリーニングとかもお願いできそうだな。服のことはお任せって感じだね。続いてジェシカちゃん。お、筋トレしてる。ストイックですね。家具はほとんどが赤基調で、パンクな音楽がかかってますね。エレキギターもあるな。なのにピンクの二段ベッドで寝てるのかわいいな。それじゃあ話しかけてみようぜ。お、土曜日に虫取り大会があるのか。へえ、それは楽しみだね。ちゃんくんの家はこんな感じ。おお、船の上みたいになってるな。口癖はすっげーか。同じハキハキ系というだけあって、オズモンドと似てるわね。あ、オリビアちゃんが、新曲歌ってる。かわいいな、何の曲だろう。聞き覚えがあるぞ、そうだ、ケケチャイナだ。前、この中華風庭園で、中華風の音楽かけたいって言ったら、視聴者さんが教えてくれたんだ。トタケケさんにリクエストしたらその曲もらえますよって。へぇ、知らなかったぜ。それでこの前の土曜日にリクエストして、ゲットしたのよね。この曲、ケケチャイナを。確かに中華風の曲だな。この場所にぴったりだぜ。いやー、教えてくれた視聴者さん、ありがとうございます。それにしても、場所が離れてても、島のどこかでかかっていたら、その曲を住民が歌うことがあるのかな？確かに、ここ広場からは遠いからね。お、なんだそれ。なんで一つだけ外に置いてんだ？これ、イグアノドンの頭なんですけど、多分これを寄贈すれば、博物館の化石エリア、ついにコンプなんですよね。おおマジか、やっとだな。いやー、コツコツ化石を掘ってきた甲斐がありました。それじゃあ最後の化石寄贈、行ってみましょう。あ、報酬とかはないのね。まあいいや、とにかくコンプできてよかった。風太さんも今までありがとね。って、全然反応してくれないじゃねえか。っていうか眠っちゃったぞ。まさかの塩対応。ガーン。のリアクションをしても起きないというね。ちょっと手を叩いてみましょうか。やっぱり起きない。相当お疲れのようね。年中無休で働いてくれてるからな。そっとしておこうぜ。いやー、嬉しいねー。白亜紀島っていうくらいだから、化石は早く揃えたかったし、私自身博物館大好きだからね。化石コンプ記念に、もっとじっくりと、一つ一つの展示品を解説していこうかとも思ったけど、前の国際ミュージアムデイの時にある程度解説したから、気になる人はそちらの動画もチェックしてみてください。で、霊夢、当面の目標をクリアしたわけだが、次の目標はどうするんだ？博物館の完全制覇は当分先だから、やっぱりまずは、島の完成、そして島の評判5つ星ね。確かに、そこまで行けばやりきった感あるよな。住民はもうほぼ変わらないと思うから、あとはみんなのお庭を作って、博物館周りを作って、自宅周りを作って、空いたスペースに何か作れば完成かな。まだまだやることはたくさんあるな。ということでこれからものんびり進めていこうと思うので、よろしくお願いします。チャンネル登録や高評価も、してくれると嬉しいんだぜ。それじゃあ、私たちはこの辺で失礼します。また別の動画でお会いしましょう。さようなら。皆さん、最後までご視聴、ありがとうございました。この動画を見てくれた方に、おすすめの動画を貼ってみたよ。ぜひぜひ、そちらの方もチェックしてみてね。チャンネル登録も、まだの方は画面上のアイコンからできるから、どうぞよろしくお願いしますなんだぜ。それじゃあ、また別の動画でお会いしましょう。まったねー。